エンリコ・デ・ニコラは、イタリアの政治家。カンパニア州ナポリ県ナポリで弁護士の家に生まれる。1909年に大議員議員に初当選して、政界入りし、1920年には大議員議長になる。しかし、ベニート・ムッソリーニによる、ファシスト独裁が確立すると半ば政界引退に追い込まれる。1926年には、 元老院議員に直任されたもののその実態はなく、ほとんど陰遁状態にあった。1943年にムッソリーニが失脚すると復権を果たし、その後1946年に国民投票で王政を廃止し共和制へ移行することが決定されると、直後の憲法制定議会における、 間接選挙で全投票の約8割を獲得して暫定国家元首に指名された。ところが、デニコラは、中前は国王の占める地位だった国家元首の職に就くことに瞬瞬にし、指名を受ける受けないで本位に本位を重ねる日々が続いた。後に首相となるジュリオ・アンドレオッティはたまりかねて、閣下、 どうか指名を受諾されることを受諾されるご決断を、下すことをご決断くださいという皮肉を込めた書簡を送りつけるほどだった。こうして1946年7月1日、デニコラは、共和国暫定国家元首に就任した。それから1年と経たない1947年6月25日には、健康状態の理由に突如その職を辞したが、憲法制定議会は、 その精錬な人格と兼職にしがみつかない潔さをかえって評価、翌日直ちに彼を暫定国家元首に再指名している。翌1948年1月1日にイタリア共和国憲法が施行されると、デニコラは憲法の経過規定第1条によりそのまま初代大統領となった。しかし、同年5月には健康状態を理由に再び辞任を表明。 次の大統領を選ぶにあたっては3度その候補者となることさえも誇示した。退任後は元国家元首の全官を礼遇する形の元老院終身議員となり、その後も政界にとどまった。1951年4月末から翌年7月末にかけては元老院議長まで務めている。ブルーノ・ベスパ、ストーリア・ディー、イタリア・ダムッソリーニエ・エベアル・ースコニー。 ハグ32ありがとうございます。